どうもー、あっちゃんでーす。今日は10月の17日木曜日、22時40分です。今日も楽しく暗号資産に関連する情報を配信していきます。よろしくお願いします。今日はですね、コイン東京さんの記事を取り上げます。はい、参ります。 Wilshire Phoenix 米 SEC に ETF 申請案を再提出。ビットコインと米国短期国債の混合型ということで、またやってまいりました。しつこくまた SEC に申請してます。これなんて読むんですかね。Wilshire Phoenix。 はい、すみません、ちょっと読み方違ってたら申し訳ないです。またまた米 SEC に証拠にもなく ETF 申請案をやってます。でですね、まあまあちょっとね、悲観的ではないんですよ。これがまあ、こういった大きな取り組みはおそらくね、何回も何回も繰り返す。で、認知度が上がる既得権益をいつか潰すと、SEC の中でもいろいろきっと揉めてると思います。書いてありますね。 Wilshire Phoenix が申請したビットコインと国債で構成される ETF 上場投資信託についてパブリックコメント再度募集しましたとあります。いいですね、このWilshire Phoenix。落ちても落ちても這い上がってくると、この根性がたまらなくいいですね。はい。で、ビットコインと米国短期国債の混同と、投資管理会社Wilshire Phoenix と NYSE アルカは10月4日に規制変更案を再提出した。これは6月に SEC に提出され、審査段階に入っていた両社のオリジナルの ETF申請案を完全に置き換えるものだと。Wilshire Phoenix と NYSE アルカのビットコイン ETF は、ビットコインと米国短期国債に投資する信託が保有するビットコインのカスティアンとしてコインベースカストディが機能すると。オリジナルの出願にない追加事項として、コインベースが信託の毎月のリバランスと保有するビットコイン量の証明書を営業日以内に提出すると。いいですよね、もう信頼度高いじゃないですか。なんで承認されないんでしょう。また CME とインターコンチネンタルエクスチェンジが米国でビットコイン先物商品を提供していることにも注目していると。 CBOE は今年初めに先物商品を販売停止したと。で、この変更案は仮想通貨市場の潜在的な価格操作に関する SEC の懸念に対応していると。Wilshire Phoenix は市場が本質的に不正操作に耐性があるかとの委員会の分析に関連して、委員会が市場全体ではなく特定の ETP に有意な影響を与える市場の重要なサブセットにフォーカスしていることに留意しますと。例えば金は多くの異なる市場セグメントで取引されているが、地銀に投資する ETP の上場申請を承認する命令はスポットおよび先物市場にフォーカスしましたと。スポット市場は特定の ETP の純資産価値を決定する際に参照する市場であるため、スポット市場にフォーカスするのは適切ですというふうにあります。はい、ちょっとあれですね今回の記事難しいですね。はい。で、SEC は連邦官法で公開されている21日間パブリックコメントに受け付けると。承認申請の判断期限は45日後に設定されるが、SEC は最大250日延長できるとあります。で、ここの他に米国証券取引委員会 SEC はビットワイズによるビットコイン ETF 上場投資信託の申請を否決していたと。 SEC は市場操作やその他の不当行為を抑制する法的要件を満たしていないと指摘したというふうにあります。はい。このWilshire Phoenix ね、過去もね、何度か ETF の申請を出しているようですが、否決され再申請上げたといったところですね。で、何日ですかね、240日延長できるということはまあ8ヶ月、結構長いですね。長いですよこれで、もう来年余裕で超えちゃいますよね。となるとどうなんでしょう、結構長すぎないですかねこれ。まあ、ただまたね、まあ、延期したと、延期したとっていうのを何回も何回も繰り返す
わけですから、またビットコインのね価格が、まあこれのね、まあ、ファンダメンタルといいますか、まあ理由により上昇してしまうと、上昇する傾向にあるというのもまあ一つ考えられるのかなと思いますと、まあ、ただですね、まあ、こういった、まあ、ニュース記事というのは、まあね、どこぞの大きな機関の価格操作とかですね、そういったことの可能性もまあ十分あるので、まあいろいろ注意しなきゃいけないかなというふうにちょっと私個人的には思ってますと、はい。まあちょっと個人的にはね、ビットコイン ETF が承認される前にですね、まあその他のちょっと我々がそこ来たかというような暗号資産が、まあ、ETF の承認ということも十分考えられるかなと思いますと。まあでさらには、まあ、ビットコインはある程度半減期が来年ありますから、まあ、そこに向けて、まあ、上昇していく可能性の方が高いとは思うんですけども、まあ、そろそろですね、あの上位トップ10、まあ、このあたりが大きく塗り替わるというような、戦国時代、下克上ですねっていったところも、まあ、当然考えられるかなと思ってますので、まあ、これはこれで一つね、踊らされずに、まあ、私としては、まあ、普通に静観するといった感じで、ビットコイン他、まあ、メジャーなね、仮想通貨にはちょっと暗号資産には一旦手を出さないといったところをちょっと考えてます。はい、といったところでちょっとね、簡単ですが、またまた証拠にもなく ETF 申請案を出してきやがったといったところのちょっとね動画を上げさせてもらいます。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まだまだ100しかございません。100の方本当にありがとうございます。どん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 伸ばしていきたいと思いますので、ぜひぜひポチッとしていただければと思います。それではまた、あっちゃんでした。